はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。マリオカート8デラックスやっていきます。最初のコースはココナッツモールですね。で、昨日かな、iPhone16 が発表されて、ちょっと自分のね、iPhone が iPhone XR なんだよね。だからちょっともうそろそろスマホ乗り換えかなと思って何買おうかちょっとね悩んでたんだけど、なんかいつの間にかさ、スマホの性能がなんかすごくなってるね。うん、僕のスマホのね、経歴としては、一番最初にね、なんかちょっと小さめのなんかアンドロイド、なんだっけ、アコースの、一応名前わかんないけど、まず結構ちっちゃい、携帯ショップで、親と行って、機種代無料だからこれ使えみたいなこと言われて、買ったやつなんだけど、なんか緻密してたやつだ。あ、やべ、これ消灯ができなかった。やくそ。まあ、そう。そんな感じのを使ってから、また、そのスマホがね、なんか壊れて、また新しいアンドロイドしたんだよ。いや、Xperia だったかな？忘れたけど。で、その、スマホが終わってから、今の iPhone XR。になったんだけど、あ、これやばい。iPhone XR ね、正直、まあ、当時はね、結構新しかったんだけどね、今となっちゃもう、クソ古いからね。16だから、5世代前の iPhone だから、そう考えるとちょっと、いろんな、やっぱり、性能が変わった、なんかもう、性能がすごい変わったなと思うね。でね、昔 iPhone 使ってたんだけど、iPhone じゃなくて Android 使ってたんだけど、その Android がね、ほんと、重くて、ほんとに。重すぎてね、なんか、例えばパズルやるときとか、まともにパズルができなかったりね、してたんだよ。まあ、正直最近スマホでゲームすることあんまないんだけどね。鬼いけるか？よし、2。ナイス。だから、ちょっと、アンドロイドもちょっと調べたんだよ、最近。ま、いろいろやって、あるじゃん。よく、いろんな人の配信とかさ、テレビとかわかんないけど、YouTube で動画見たりするとさ、Google Pixel の CM とかさ、なんかほんといろんなスマホの CM やってるけど、どのスマホにしようかね。ちょっと今ね、悩んでるね。調べたところによると、意外となんかアンドロイド、もう、昔と比べて、長持ちするんじゃないかなと思ってね。俺がちょっと iPhone がいいと思ってる理由は、やっぱ一番はね、画面の滑らかさ。これ5年前ね。5年前の自分の経験を元に言うと、5年前 Android を使って、今 iPhone 使ってる身から言うと、まあこれ古い知識だね。うん、古い知識で語ると、圧倒的に iPhone の方がね、動きが滑らかなんだよ。俺が昔、友達とね、ゲームやってる時に、ほんと、アンドロイドも、カッタカタ、もう、ほんと、動きが、もういろんなゲームやっててね、まあ、例えば、荒野行動やってたとしますと、みんなで。もう自分だけ動きがカタカタなんだよ。動くて。やっぱね、そう考えると、iPhone がいい。iPhone。でも、やっぱちょっと高いよね。十何万。まあ、せめて半額？8万ぐらいの iPhone ねえかなって。8万違うな。6万まあ、7万ぐらい、うん、7、8万ぐらいの iPhone ねえかなってちょっと考えてたんですよ。そしたら、なんかちょっと、Google Pixel の 8A ってやつがなんか、結構良さそう、なんか評判いいらしくて、ちょっと、Google Pixel、ちょっと Android にね、もう一回またチャレンジしてみようかなと思ってるんだけど、こっちの方がいいかな。ちょっと悩みどころではある。まあ、私正直スマホでゲームすることはないかな。よいしょ、パズルぐらいか。これ前、だけどやれるわ。おい、ファイアボールふざけんなよ。邪魔してくんなよ。まあでも2でいいか。どうせ攻撃来るわ。iPhone、皆さん多分ね、最近の人やっぱね、iPhone しか使ってないと思うんだよね。正直ね、iPhone じゃなくていいと思ってんの、俺。私生活。なんか、Apple なんちゃらとか、実際正直全然使ってないっしょ。
なんでフラクション吐かせたいな。吐かせるか。てかこれ1出るんじゃない、防御なければ。最悪だ。ボムな、ボム強すぎるだよ。ボム注意しか出ないでしょ。これお前甲羅3つ持ってんな。俺ファイアボールやめて、爆散してこないで。あー、その爆散のやつはすぐやったな。2周目か。てかコイン2枚しかねえ。これファイアボール持ってる。荒らせるぞ。前を取れちゃって後ろ潰したい。いや前かさすがに。でもね、直進じゃないとファイアボール投げてないんだよな。後ろ投げてきたから、後ろ投げつけてやろう。キノコショート化できる。最後ショート化って気がすんのよ、ね、緑だから。で裏赤かもしれないけど、まあ入れちゃう、まあ入れちゃう。いけいけいけ。でフィレサとかない。もうボム食らってる。いやふざけんなよ。赤赤さ持ってなかったね。いや俺全部食うぞ。俺のパン入れたら6位かこれ。パック、ひどすぎたね。最新の iPhone のちょっと値段見てみるか。確か12万ぐらいあったよね。iPhone16 値段15万すんの？プロかこれ。iPhone16 13万3800円って。いや12万4800円。12万か、13万。まあそう考えるとね、やっぱシンプルにPC 買えるからね。PC 買えるから、12万って。バカだろう。正直カメラもね、そんなね、使わんしな。もう、少なくともね、最新のスマホ、Android の iPhone でもね、最新のスマホに、まあ、ここ1、2年かな、ここ1、2年の間に発売された新しいスマホに乗り換えれば、劇的にね、性能変わってるはずだから、そこまで気にしなくてもいいと思うんだけど。発売日が9月20日。でもね、iPhone のいいところはね、あれなんだよね。まあ、僕はこういうことはましないんだけど、新しい iPhone を買って、また新機種が出たら、すぐ売るっていう。そうすることで、すごい iPhone を使い回せるっていう方法があるんだよ。やっぱり一番最新の機種だとちょっと高いから、iPhone 事情でも少ししか安くなんないのにさ、あれなんだよね。買おうとする人がいいんだよね。一個前の古い機種を。その気持ちが俺してよくわかんないんだよね。あとちょっと、あと1万2000円くらい出せば、一番最新の機種買えるのに、なんでわざわざ、一個前の機種買うんだろうっていう。1万2000円くらいならまあ全然いいと思うんだけど、そこの感覚がどっか違うんだろう。別にそんな、あ、出来上がった。譲ってきたね。俺は前出るよ。アクションしちゃう。ダメか。あいつめ、ディエゴ、お前許さんぞ。研ぎ譲りしてきた。お前らが許さんわ。あ、もうな、ブーメランとかに今飛んできたけど、あれ当たってたらもうジーッ。カイトってやつだな。狙うわ。引くわ。スマホね、どうしようかな。本当結構ね、悩んでる。久しぶりに iPhone がいいな。もう分かりきてることなんだけど、だからこそ挑戦すると。新しいスマホ、 Android か。昔のね、古い機種 Android イコールカタカタで重い、使いづらいみたいなことがあるかもしれない。もう最悪だ。いや、サンダー持ってたんだな、後ろ。いや、表スターだったら俺、完璧回避だったんだけど。もう10位だから、いいわけないんじゃない？これ絶対ダブル取れよ。止まんじゃねえ、お前。これ、入れ替えなくていいよね。入れ替えずに、ショートカットしていく。なんなら、キンキンの方が良かったな。まあいいや。1個、2個、
これでいけいけいけ、伸びろ伸びろ伸びろ、いいんじゃない？ 2位、いいね。ファイトってやつはどうだ？あいつもう最下位に落ちろよ。あれ、カイトってやついなくないだわ。7位。よしよしよし。まあ、これは完璧なね、戦いでした。はい、じゃあまあ今日は、適当に iPhone の、スマホのこと語ってたけど、まあちょっといろいろ考えようかな。なんかおすすめの iPhone とかあったら教えてください。iPhone じゃ、おすすめの機種あったら教えてください。ご視聴ありがとうございました。